で、中国のに花を持たせる。なんぞというものは絶対許さんということかもしれないが。ハンガリー動乱ラっていうのは中国が仲裁して終わってるわけですよね。ロシアにしてみれば、もう中国ないと国家成り立たない。一帯一路の終点はウクライナですからね。で、そのほとんどこの議論する人いないんだけど、ロシアの安いガスだったりというのを。 エネルギー価格が高騰している中中国とインドはこっそり安く買えるっていう今の状態が続いた方が中国って得じゃないですかだから瞬間風速的には今廣之さんのおっしゃる通りでねでこれから先資本主義が機能するためには人口増えますよね消費者増えますよねっていうのがまず第一条件としてあってじゃあこの分ならお金配るとかなぜそこにお金使わないのか ではそれはね安心できる医療環境やっぱりそれがきちんと実現してると出生率は下げ止まる医療インフラっていうのは儲からないところだろうがきちんと置くっていうねそれ賛成しちゃうと医師会から大量にお金をもらってる自民党の政治家の人たち困っちゃう私もらってません <laughs> 石破さん自民党で偉くなれてないからな石破さんとしてこれはやりきらないと死にきれないそういう課題をちょっとちゃんとガチッと聞いておきたいいいと死死んでも死にきれないってのありますね、うん、石破さんはたらればの話しないっておっしゃいましたけど、うん、でも広あのサミットで。 本当岸田さんが停戦に向けて強いイニシアチブを取るべきだって石田さんおっし教えました、うん、石破さんだったらやっぱどうやってそこをイニシアチブを取ってどう停戦に結びつけますかバキッとお考え聞きたい,ですいやだからそのロシアもウクライナも我々は勝利したぞって言える国内に向けてねそういう状況をどう作るかなんですよ、うん、ウクライナはウクライナの独立は守られたと いうふうに、ゼレンスキーが国内に向けて語ることができなければダメだ。で、プーチンはプーチンで、我々はウクライナを受ける、その、ロシア人の保護というものを確実なものにし、そして、ウクライナの NATO 加盟を阻止をしうん、干渉地帯というものをきちんと確保したのであると。ウクライナに受けるロシアの権益をきちんと守ったのであると、プーチンが国内に向けて言える。 つまりどっちも国内に向けて我々は勝利したんだって言えるような状況を作んなきゃいけないのだがプーチンが勝利したぞと言えるような環境を作るバカなこと言うんじゃないという雰囲気だよね、今のところね具体的にどういう状況ですか、今の両方がそういうふうにちゃんと納得できるっていうのはそれはね、結局のところはその東部の3州ていうんですかねそのロシアの,その住民が多い。 で、今回ウクライナから独立したと言って、ロシアがそれを承認している。そこをどうするかの問題なんだと思うんですね。で、そこのところの、ミンスク合意というものへどこまで戻れるかっていうことなんだけれども、ここまでプーチンは悪魔だって言っちゃうと、なかなか西側の国としては、NATO の側としてはそこは言いにくいねと。で、習近平主席が、 モスクワに行きその後ウクライナに行ってさあ何がどう変わるんだろうかで中国のに花を持たせるなんぞというものは絶対許さんということかもしれないがハンガリー動乱っていうのはねこれまた1950年代の話だがハンガリー動乱っていうのは中国が仲裁して終わってるわけですよね。でそういうそのうーん孤児に倣うとそういうのもあるのかもしれないと思っています。 で、このまま、その、ウクライナロシア戦争が長引いたときに。本当に、その、核を持った国の恫喝というものがあれば。うーん、それは何でも許されちゃうんだみたいな。そういう先例を残しては絶対いかんわけですよね。その中で、プーチンの顔を立てるって、すっごい難しいけど、それ考えなきゃしょうがないわね。ね一つの仮説として、で今石破さんのまとめると。まあ、西洋諸国には、もう、プーチン。 大統領あれだけ批判してしてまったから中国がひょっとしたらその、まあ、切り札になるというストーリーもありえるということでそれはあり得ることでしょうよ、それはある不愉快だとかね、あのただねその、ロシアとウクライナ両方に強い影響力を持っている国っていうのは、今、中国以外に考えられないわけですよね。もちろんそのロシアにしてみれば、もう中国ないと国家成り立たない。 よようなな状況まででっっちゃってるわけですよね他方ウクライナは中国とものすごい強い関係を持っていて一帯一路の,の終点はウクライナですからね。でそのほとんどこの議論をする人いないんだけど中国に航空母艦を打ったのはウクライナですからね。でしょでも中国って今その言っちゃ悪いけど超得してるじゃないですか。ロシアのの安いいガスだったりというのを エネルギー価格が高騰している中、中国とインドはこっそり安く買えるっていう、今の状態が続いた方が中国って得じゃないですか、うん、そしたらロシアとウクライナの間に入って、なんか三方一両像みたいなので、中国も損するみたいになることは思えないんですけどだから瞬間風速的には今、ひろゆきさんのおっしゃる通りでね、そのこういう状況が続いた方が、瞬間風速的には中国が得なわけですよで、これから先、さあ、台湾有事というものはどういうことかいなと。 で、それが即日本有事になると私は思っていないんだけれども、じゃあ、そのロシアというものが、そのまあ、どういう形しか知らないけども、その収束の兆しが見えたとしましょうか。そうすると今度は中国だよねって話になる。で、中国がその時に国際社会の中で、どういう外交的なポジションを獲得しておくか。 ということは中国にとっては瞬間風速的にはこの状況がついた方がいいんだけども中国がこのうんウクライナ・ロシア戦争の解決に一役買ったよっていうのはそれは中国には相当のメリットがある話じゃないですか、ね、そ,のそこ、メンツ的なメリットを取るかむしろそのロシア、まあ、ぶっちゃけばロシア対 NATO になってるじゃないですかロシア・ウクライナ戦争って。 その兵隊だけはあの傭兵としてウクライナ兵を使ってますけど、うん、でその状態で中国が台湾有事をやって、中国も相手にしてアメリカが二面戦争をやるかっていうと、アメリカのその経済も世論も持たないと思うんですよ、ね。持たないね。そうすると、むしろ中国は台湾有事をちょっとやらかしたとしても、せいぜい厳重注意、経済制裁で終わりじゃないですか。 かだからロシア戦争続いてる方が得じゃないですか。うんうん、だから、ロシア戦争が続いてですね、台湾にあんまり人々の関心が向かないほうが、だから瞬間法則的には得なわけですよ。だけども、ロシア、ウ,ロウクライナはどっかで終わりが来るわけで、その時には、じゃあ、さあ、中国どうしますかということになるわけですよね。で、世界の関心っていうのはまたアジア太平洋に向いてくる。また、その、 うんイギリスってこ,このアジア太平洋地域にイギリスシンガポールオーストラリアニュージーランドマレーシアで5カ国同盟持ってるわけでしょでそのフランスはこのアジア太平洋地域に150万人がいて7つの基地を持っていてでそうするとその日米安保あり 米韓同盟ありそしてアメリカフィリピン同盟ありイギリスは5カ国同盟をここに持っていてアメリカオーストラリアニュージーランドのアンザス条約があっててなことになるとねこの地域にそういうようなのー第 2NATO みたいなあるいは NATO の拡大版みたいなものを作るとすればこの地域の安全保障環境はどうなるかってことを我々は考えなきゃいかんのだと思いますけど。 悪い方に考えちゃうんですけど、そのフランスも経済今ちょっと微妙な状態で、で、その今まああのデモとかいっぱいあったりで、マクロン大統領支持率20%とか下がってるんですよね。で、この状態でいくと、じゃあ前回負けた相手っていうのが、割とそのロシア寄りの女性政治家の人が大統領候補だったので、そういう人勝っちゃったりすると、 もう、ロシアにつきます。で、その方がエネルギー価格も安定するし、一生って言いかねない人だったりするんですけど、っていう感じで、その経済が悪くなるとな、むしろじゃあ電気代も安くなるし、別になんかウクライナ人たち困ってるけど、フランス人じゃないし、ロシアついた方がいいんじゃないまあ、ヨーロッパで言うとハンガリーとか割とそっち側に今なりつつあったりするんですけど、っていう感じで、どんどんなんか、欧州の正義というものよりも、金が大事だよねの派閥が増えちゃう気がするんですけど。いや、私はね、その、 うーフランスのことをね、ひろゆきさんの100分の1も知らないんだけども、やっぱりその、フランスってもう少しね、その、ルペンがどうなるか分かんないけども、やっぱり根本にはね、シャルル・ド・ゴール的な、そういう正義感っていうのがある国じゃないかなと、私はまだ思ってるんですけど、違いますか いや、僕もそう思いたいんですけど、でもやっぱ、マクロン大統領が負けた時に次誰がなるかで言うと、やっぱルペンさんがなる可能性めっちゃ高いんですよね。うん。な,な,なんで、ガチ右の人は厳しいし。い,いやだからちょっとそこがもう読めないんですよね。その、ちょっと前だとトランプ大統領が大、そトランプさんが大統領になるわけないじゃないかってみんな思ってたけどなったじゃないですか。<ー>だからなんか、ルペンさんがならないという確証はもうない時代じゃないかなっていう。う うんそれはね、あの、あんまりね、考えたくないことでね、やっぱり私はフランスの、うん、自由、博愛、平等って、あのそんな綺麗事じゃないこと100万万もよく承知してますけれども、でそのフランスが利害特質だけで動く国だと思いたくないんですよね。うん、なるほど。僕もこの話はめちゃくちゃあの興味深かったです。で、やっぱり石破さん何に対しても真剣に答えていただくんで、やっぱりさすがだなと思うんですけど、 もうちょっと話題変えていいですかぶっちゃけ石破さん今、岸田政権のことど、どう思ってんすか、ぶっちゃけ。<laughs> よくやってるんじゃないですかあ、どこら辺がですか。あのね、やっぱり私はね、それはあの岸田さんがどこまで自ら努力したかわかんないけれどあの、日韓の関係が劇的に改善するっていうのは、これだけでもすごいことだと私は思っているんですよね。 でそれは岸田さんもねずっと外務大臣当時から努力してたのかもしれないけれどやっぱり安倍さんと韓国ってあんまり良くなかったっていうかどちらかというと実に良くなかったと言った方がいいかなでもやっぱり私はねその日韓の会見関係を改善することは日本外交にとって一番重要な一番急ぐ課題だと思ってきたんでね。 ああえてユン大統領が来て、でその日韓関係、劇的に改善するかもしれないということになったことだけでも、立派なことだと私は思いますよ。だの防衛費については、先ほど言ったように思ったのは何な,んでなんですか、うんそれはねあの、要するにこのアジア太平洋地域において、日米同盟あるわけでしょう、米韓同盟あるわけでしょう。 でそだけど日韓って何もないわけでしょでそこが離反して反目しててこの地域の平和探偵もあったもんじゃないですよね。やっぱりこう隣の国であるからこその劇的な改善っていうのは何より必要なことだし小渕総理キム・デジュン大統領の時はそれがあったわけですよね。で私たち当選した時は中曽根総理大臣だったけど中曽根さんが総理大臣になって。 初めて訪問した国はアメリカじゃなくて韓国だったわけですよね。うん、で、中曽根さんは、もう一生懸命あの人は、こう、韓国語っていうか、朝鮮語っていうか、ハングルっていうか、勉強して、で、スピーチは半分朝鮮語でやって、で、朝鮮語でカラオケを歌ったっていうね、大変なことでしたよ。うん、で、その後、全都間大統領って初めて東京にやってきた。やっぱりね、そういうその、日韓って大事だよね、 ってことをの認識している。それは向こうからそうもってきたのかもしれないが、これはすごく大きなことだと思いますね。やっぱ中国脅威論でいくと日韓で軍事同盟ないととても勝てないよね。っていうことでいいんですか？うん、もうこれ必須ですよ。それは本当に必須だと思うし、はい、あのなんとかね。その日韓同盟とは言わないが。 そういうような関係って気づきたいなと私は二十何年前、初めて防衛庁長官になった時から思ってきました。で、今回その、ユン大統領と岸田さんとの間でこういう会談があったわけだけども、日本として、ほら、やっと韓国も分かったかよ。みたいなことを言ってはダメなんでね。で、ユン大統領はここで韓国の中では厳しい立場に立つのかもしれないけど、ユン大統領の立場が立つように、日本も、 日韓関係について、ほら、韓国、ようやっと分かったねじゃなくて、日韓併合とは何であったのかとかね、そういうことに対して、韓国国民がそうだねと、日本も分かってるんだねって思ってもらえるような努力は必要でしょうか外交政策に関して、石破さん、あの岸田さん、かなり評価なさってますけれども、うん、続いて経済政策とか、その他の政策に関してはどう思われてま,すまあでもなんか、日銀総裁、上田さんになって、出口戦略できると思います。 まだ誰にもあげじゃないですかアベノミクスの、ええ。<laughs> アベノミクスのでは、その、まあ、あの時代は良かったんですけど、でもやっぱりその、すりまくるとか株価、その、無理やり上げると良くないよねっていうので、ただ、利子上げるととんでもないことになるっていうのが今、アメリカが銀行を潰れ出して分かったわけじゃないですか。そうすると、日本どうするのってかなり大きな問題だと思うんですけど。うん、だからね、アベノミクスなるものが始まった時にね、 うん要するに2年間でマネタリーベースを倍にして2%の物価上昇を実現するのだということでしたよね。そしたら経済は良くなるのだという何、まあ、だかそのう宗教みたいなものがあってさ。で、もう異次元と言われちゃうともう異次元ですかみたいなことでね誰も何も言えなくなっちゃった。 だけど、その、物の値段が上がったら景気が良くなるって理論はあんまり聞いたことがなくてその、景気が良くなったから物の値段が上がることはあっても、物の値段が上がったから景気が良くなったのし私、あんまり聞いたことがないわけです。よねみんながお金持つから、高くしても買ってくれるから価格が上がるっていう。うん、どう考えても順番逆だろうと。 で、その、どん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 物価が下がっていきますのがデフレであります。それはそうだよね。と待ってりゃもっと下がるかもしんないから、買うのやめとこう、もう少し買い引っかけしようってうんで、どんどんと消費が落ちます。それはそうだと。じゃあ、どんどん物価が上がるから、今のうちに買っとかなきゃって思うかっていうと、それはそうじゃないんじゃないのと。 でどんどんこれから先物価上がっていくとなるとそれは医療はどうなる年金はどうなるそうすると手元に現金持っとかないともっと危ないよねってことになってより消費を控えることになると考えるのは普通じゃないだろうか。で物の値段が上がるからみんながどんどん物を買うようになって景気が良くなるよってのは本当かねと思ってたけど。 いやお前には分かってないんだって言われたら、そうですかみたいな雰囲気がずっとついてたような気がしますけどねでも今、ちょっとずつ物価が上がってきてで、電気代高いよねとか、実際生活厳しいよねっていうのが目の当たりになったわけじゃないですか、でも一応、その物価上げていくぜという目標自体をやめますとは言ってないわけですよね、岸田政権も。 物価が上がってるのはウクライナ戦争とかねそういうことで上がっているのであってですねインフレでマネタリビアを増やしたから上がってるわけでも何でもないですもんね。はい、はい なので、その、ま、物価は上がったけど、結局物価が上がっても人は、その経済的に幸せにならんよねっていうのはも、う大体分かったわけじゃないですか。分かった。その上がった原因が、その、あの、価格が、ま、エネルギーの理由が多いっていのがあるんですけど、そうすると、じゃあそこの物価上げてもしょうがないよね。で、みんながその将来不安っていうのがあるから、貯金しちゃうよねっていうのをどう変えるかってなると、結構手詰まり感強い気がするんですけど。だあらあ。 社会保障は大丈夫ですよってことを示さない限り、そ消費なんか上がんないですよね。で、一方において新しい資本主義が何たるか私が知ってるわけではないが、基本その資本主義が機能するためには、人口増えますよね、消費者増えますよねっていうのがまず第一条件としてあって、第二条件として、 金利が健全に機能して、必要なところにお金が行って必要じゃないところにお金行かないよねっていうのは2番目の条件で、3番目は付加価値の高いものが供給されて、みんながいいもの欲しいねって願望がきちんと発言されること。この3つが資本主義がうまくいく3要件なんだけど、人口は減るわね。金利はほとんどゼロだわね。 で、その、円は安いわ、金利は安いわ、賃金は安いわで、設備投資しなくてもいいわねってことで、その、幸福価値のものが提供されないってことになると、そもそも少主義って元気になるはずないでしょっていう、非常にその、小学生的な議論が、あの、私はなんか根本を欠けてるような気がしているんですよね。で やっぱり地道かもしれないけど人口を減らさないことは真面目に考えなきゃいけないよねってことだしで金利がいつかは健全に機能するように借金は地道に減らしていかなきゃいかんのでどんどん借金しますよみたいなことはもう言わない方がいいですでやっぱり設備投資ってものがきちんと行えるように税制はもっと変えていかなければいけないし企業がいやいやもう法人税は負けたし円も安いし うん金利も安いし、だったら頑張らなくても儲かるからいいやみたいな気分は払拭しないとまずくないですかね石破さんで言ったその第一の人口増えなきゃいけないよねの子どもが毎年減少していますっていう中、その異次元の子育て政策的なやつは、具体的には全然何人お金使うって出てこないじゃないですか。出てこないね <laughs> あれは、そのな、な、なんでなんですか普通に考えたら人口増えないとまずいよね。じゃあ人口増やすために子供産んでもらいましょう。じゃあ子供産んだらお金配るとか、補助金出すとかやれば増えるよねって当然分かるのになぜそこにお金使わないのかいや、それはね、あの、日本全国47都道府県、全国1718町村。みんな出生率違うわけですよ。倍半分も違うわけ。 で、その人口1000人あたりの婚姻届が出る数、婚姻率って言いますよね。これも一番高い東京から一番低い秋田まで倍半分違うわけ。で、それぞれの地域によって数字が全く違うんだから、それぞれの地域に合ったような政策していかないと、国全体としてこうだって言ってもそんな人口なんか増えないですよ。で、その全国で一番ちっちゃい県だからって言われるけど、うちのと、 一人県って人口55万人しかいないんですけどね。赤ちゃんの数が増え始めた。うん、で、速報値だから確定値になると違うのかもしれないけど、確定値だとしても少なくとも減らなかった。ひょっとしたら増えたかもしれない。っていう県なわけですよ、うちはね。うん、じゃあなんでなのっていうと、人口あたりの産婦人科のお医者さんの数。 人口あたりの小児科のお医者さんの数、全国2位とか3位なわけですよね。やっぱり医療の水準がきちんとしてると子供を産みやすいよね。で、あとその普通の世帯、普通の初代の1月の収入から税金引いて、社会保険料引いて、電気代、ガス代、水道代引いて、で、家賃引いてとかいう、手元に残る自由に使えるお金って、 鳥取県全国第8位なんですよ。やっぱりね、その、所得がどんなに高くたって物価が高ければ、使えるお金って少ないわけじゃないですか。で、その交通が混んでて、うん、通勤に行きに帰りに全部足すと1時間半も2時間もかかるようなところって、そんな自由な時間もないじゃないですか。自由に使えるお金、自由に使える時間。 それからうん、安心できる医療環境、やっぱりそれがきちんと実現してると、出生率は下げ止まると私は思うんですけどね、鳥取55万人なのに結構ちゃんと大学があって、医大もあるっていうところで、医療リソース、1人当たりの医療リソースが多いっていうのは結構あります、はい、埼玉とか逆にあんだけ人口多いのに 医科大,大学ないじゃないですか。そうすると、そこで1人当たりの医療移送少ないっていうので、うん、でも日本の場合って、その私立の,その病院がやたらに多くて、クリニックが多くて、で、産婦人科って大変だからどんどん減ってるじゃないですか。うん、そう考えると、国立病院増やさなきゃいけないってことになっちゃいますよ、ねうん、私はね、そのお医者さんを作るのも、看護師さんを作るのもね、えー、莫大な税金を投じてるわけですよね。うん でもちろん事業料を払ってはいるんだけども莫大な税金を投じて医療スタッフって養成してるわけですよね。で医療費だって3割自己負担は頂戴をしてるんだけどもほとんどは税金か強制的に徴収する社会保険料で回してるわけですよ。そうすると医療って一つの公的システムじゃないんだろうか。でそうするとリスクが少なくて儲けが多いところで のリスクが少なくてもうけが多いところの科目を開業しますっていうねやっぱりその儲かるから警察署をここに作りますとかね儲からないから消防署を辞めましたってことにならないのと一緒でやっぱり医療インフラっていうのはかなりその公的なものとして儲からないところだろうが そういうところはきちんと置くっていうね。そういうような発想があるべきじゃないんだろうかと私はかねてから思ってるんだけども、あまり賛成してくれる人がいないですよね。でもそれ賛成しちゃうと、医師会から大量にお金をもらってる自民党の政治家の人たち困っちゃう。私もらってません <laughs> いや。よくそう言われるんですけどね。よくそう言われるんだけど、私はあの、 私の後援会長って鳥取県医師会長なんですよ。ねうん、その私の小学校中学校の2級上でね東大学部でたすなんかに賢い人なんだけど、うん、人格者ですよ。でだけどねその政治献金するから言うこと聞けって言われたこと一度もないですよね。あの私ね、うん、その今ひろゆきさんが言われるようにさその金いいっぱい出してる医師会 自民党は敵に回せないんだってよく言われるんだけど本当そうかなってずっと思ってるんですけどね、えー、まあでも石破さん自民党で偉くなれてないからないやいや,やっぱり言いなりの人が偉くなってんじゃねえかなって気がしちゃうんですよね <laughs> やっぱ選挙ってお金配るっていうじゃないですかするとお金配れる派閥が強くなるわけで石破さんお金配れないじゃないですか <laughs> ないものは配れない <laughs> <laughs> だそれはハマと大きくならんよねっていう <laughs> 石場さんにせっかくだからでもお聞きしてみたいのが、やっぱ石場さんって、僕昔めちゃくちゃ鳥取にロケ行った帰りに、大体ロケ土日にするんですけど、帰りの飛行機最終日に乗ると大体石場さんがいるんですよ。鳥取の人っていうイメージが <laughs> 強いので、ぜひお聞きしたいんですけど。 なんかその地方創生みたいな文脈で、まあいろんな自治体の市長さんとこれまでひろゆきさんとか、なさんと話してきたんですね。で、その時にやっぱりその観光資源が薄かったりする自治体ってもうお手上げで緩やかに死んでいくしかないみたいなことをおっしゃる市長の方もいらっしゃったんですよね。いじさんでもこう、鳥取55万人しかいないですけど、 ど、どういう政策を打ち出していた、今言ったこの病院も一つ、一つかもしれないですけども。どういうことをしてた、ら地方がもう一回、こう、ちゃんと経済的に活性化していくと、なんか今、お考えになっていること,とかってありますか?。いや、どうね、その自慢に聞こえたら、こう割り引いて聞いてくださいね。あの、鳥取県によそのね、都道府県から移住してくる人って、全国最高なんですよ、数はね。<え> <laughs> そう,うん、最高なの、全国でね。で、それもよその県から二十代、三十代の若い人たちが。 結婚とか就職とか子育てとかそういう明確ない理由を持って移住してくる人の数って鳥取県全国最高なんですよ数はねで道路の整備改良率って中国地方トップですよで通勤時間の短さは全国で一番短いんですよで普通の世帯が一月に残る手元に使える自由なお金で全国第8位なわけでそうするとね その予想圏との比較してもしょうがないんだけど鳥取県って全国で一番ちっちゃい県だから全国で一番早くあるべきモデルを示そうってことはずっとここでねみんなが一緒になってやってることです。具体的にその全国で一番早いモデルって何かありますか具体的にその移住してくる人が全国最高になりましたとかねそれあの自然にできたことじゃないから。 一生懸命知事はじめ市町村長たちが努力して我々がお手伝いしてやってきたことですどこら辺から言う人が都市も東京とかからも結構いらっしゃるんですかやっぱりうちは関西圏が多い、ね、あ大阪とか、うんうん、大阪とか神戸とかねあの辺りが多いですよね、うん、その僕はの実は鳥取大のアドバイザーみたいなのもやっててあなのであの鳥取大ってあのダヴィンチっていう遠隔治療のロボットの手術件数やたら多いんですよね、うん、で結構あの多くの台数も入れたりして なので、そこら辺で、その、まあ、あの、患者さんが少ないっていうのと、あと、その、わざわざ行くのが結構、まあ、コツの面、そんなに良くないっていうのがあるので、じゃあリモートのがいいよねっていうので、逆にそっちの方が結構件数を増やしててっていうのがあったりするので、うん、なので、その人口が少ないからむしろ最先端やろうよっていう気概みたいなのは割と鳥取はあるんじゃないかなっていうのは思ったんですか、うん、それはありますよね。だから山奥の集落なんてね、 あの新聞夕方の間に出てこなかったりするわけですよねだったらそれドローンで運んだらいいじゃんという話になるわけですよでスーパーいっぱい、ね、閉店しちゃってる、あのー、特に農協系の、ね、スーパー全部やめみたいなことになってるんですけどだったらスマホで入力したら大根届くでいいじゃないだからそのなんだろうなその人口が少ないし過疎が多いんだけれどもそうだからこそ最新のテクノロジーって 入れたら便利だよねっていうのを実感できる度合いは、よその金より高いと思いますけどね、うちは。うん、まあ、あと生活低いから、だいぶ楽に暮らせるっていう。そう、低いですよ。国立大に勤めてて、生活低いから、割と幸せに暮らせるっていう。ありだなっていう感じしたんですけど、うん。それは幸せ実感してる人っていうのは、ある程度いると思いますけどね。まあ、ちょっといきゃ温泉もありますね。なんぼでも、その辺方りゃ温泉ですわね。 <laughs> っていうのがあって、割とその地方の幸せなモデルとしてうまくいってる地域と、やばいよねっていう地域が結構分かれてるんですけど、その地方全体がまずいわけじゃなくて、うまくいってるのがうまくいってるけど、うまくいかないとか今みたいかないの、差が超激しくなっていくるわけじゃないですか。うん、で、うまくいってないところで、その、あ鳥取など人口少ないけど、そのインフラがちゃんとあるっていうのは結構重要で、インフラがあんまりないところってやっぱり今後厳しいよねっていうので、その地方自治体がやっぱ減ってかざるを得ないとは思います。 うん、そうではあるんだけどねあのその土地の人がどうせうちには何にもないよねって思われちゃうとどうにもなんないですよね。よそから何をやろうとしてもそこにいる人が、うん、どうせうちには何にもないからっていうのとあともういいやとうちの集落は私の村は私の代だけで終わりだっていうねもういいや症候群が蔓延するともうどうにもなんないですね。 これれ、ね、無無理理やり、ね、何ととかしようと思ってもそれ無理結構蔓延するもんなんですかそれはねもう息子は東京で勤めてると娘は大阪に嫁に行ったとお前らもう帰ってこなくてもいいと盆と正月だけ帰ってきて墓参りしてくれりゃそれでいいんだみたいなそういういのって結構ありますよねせ、うん、っかくだからあれですねあのまあ箇所分所得が、えー、多くて。 席には短いのも分かって、ちょっと鳥取いいかなって見始めた来たんですけど、まだちょっと移住しようと思わないですよ。なんかもうちょっと移住したくなる。もうちょっと鳥取の良さ聞いていいですか？なんか鳥取もっとおすすめなとこあります。なんか？いや、それはね。あの食べ物は美味しいわね。で、交通は便利だわね。人は親切というのか、お節介というのかうん。それはありますわね。で、医療水準もそこそこ高いと。 で人口当たりの社会教育施設なんてもう全国のでそれはあるんだがその県と鳥取市、えー、熊が出るとこもあればイノシシが出るとこも含めて鳥取市で合併した時は20万だったのが18万人ぐらいになっちゃってねでそうするとねそのうんこう例えば私最近あんまりやんないけど鳥取の盛り場で飲んでると 次の日にはすぐ鳥取市場に伝わるわけ。あそこの酒場で石場が誰々と飲んでたみたいな。ね、その違う自分に絶対になれないわけ。でね、それはね、こう、本当に若い人たちにとってはたまらんわみたいなところがあってね。うんうん、で、その、あそこの親戚は誰と誰であれは誰と結婚してどうやらこうやでこことここは親戚でどうじゃらこうじゃらみたいな。そういうその超濃密な人間関係があるわけで、うん でそれはねでも何例え物価が高かろうが通勤に時間がかかろうがその自分が人から干渉されないところにいたいっていうそういう人はいますよね。うん、でそのそういうこと言われるのが嫌で鳥取から出ていった同級生っていっぱいいますよ。あれ今いいとこ聞いてるのちょっとダメなとこじゃないですか。話しい, <laughs> いやいやだだいいとこはさっきから言ってんじゃないですか。 でも、裏返せばそうなるよっていう話ですよ。いやなんかその若くて優秀な人って、やっぱりその東京とかまあ京都の大学とかに行っちゃうじゃないですか。うん、で、そこでじゃあ、みんなが就職活動してるところで行くと、やっぱりなんか給料高いから、じゃあ東京の会社に行きますみたいになっちゃって、その地方の優秀な人ほどいい大学でその都市部に行ってしまって。 でその人たちが都市部で生活するようになってしまって優秀な若者がどんどん都市部に持っていかれて、うん、都市部の大学に行けないような人だけが地元に残るっていう全体偏差値ずっと下がり続ける構造になっちゃってますね地方って構造はそうですよねだからねその、うん、学力テストやるとね大体トップはね秋田県か石川県なわけですよ、ね、で、うん、秋田県っていうのはまあとにかく人口減少率日本ダントツ第一 で婚姻率全国最低の秋田県でもねその学力はすごい高いわけですでねその県の勤勉度って測ろうと思うとね NHK の,受信,率の受信料の支払い率見ると分かるんですけどね秋田県 NHK の受信料支払い率ン、はいはい、トツ第一だったりするわけですよでねめちゃくちゃ真面目めちゃくちゃ一生懸命勉強するでも人口は一番減るっていうのはこれ一体何なんだろうねと。 やっぱり勉強すればそれほど帰ってこねえんじゃねえのってのがあってねでそうするとやっぱりそのうん勉強しても帰ってこれるような県を作るっていうのはこれ国がやることじゃないんですよねやっぱり地方がやることだと思っているんですだからそのそういうんだろうなその東京や京都や大阪で勉強するのは そこでいろんな学問を習得するのは、それは地元を良くするためにどんな勉強したらいいかなっていう、そういう目的意識をもうちょっと植え付けないとダメだよねっていうことだと思うんですね。だけどもその、高校入試でもね、県立高校ですよ。その、宮崎県立なんだう高校とかさ、鹿児島県立どこでもいいんだけど、そこの入学試験の問題に地元の問題がほとんど出ないわけですよ。で、 じゃあなんで、まあ、宮崎じゃなくてもいいや山形でもいいしその青森でもいいんだけどうちの県の基本的な問題は何なんでしょううちの県のこういう問題を解決するにはどうしたらいいんでしょうみたいな高校入試の問題が出るようになるとだいぶ違うんだろうと思うんですけどね。なるほどさっきひろゆきさんというこのちょっとパ,パリの方がですねおっしゃってたんですけど。 石場さんは自民党で偉くなる気ないからなって、本当にすいません。あの、失礼なこと申しましたあの、うちの MC が。でも、本当に、ないんですかえ偉くなる気はいや、それはね、あの、私偉くなりたいと思ったこと一度もないんで、あ,<ー>あの、なん、ね、私も政治家の家に育ったんだけれども、 その少しでもね政治家の子供うちの父は知事だったんですね建設士の役人から知事になって参議院議員になってみたいな人だったんだけどあの少しでもね県知事の子供であるっていうのをひきらかすくようなことがあると出ていけっ,つって言われてねもう寒い中一日家に出てもらえなかったですよだからね政治家が偉いって思ったこと一度もなくてでそれはねあ,のあんまり偉くなりたいっていう欲望そのものがないしただその 政治家やってるって、その、それ、手段であって、目的ではないんでね。だからその例えば、その、冒頭ぐちゃぐちゃ言ったような防衛とかね、外交とかね、その、あるいは財政とかさ、地方創生とか、やんなきゃいけないこといっぱいあるわけです。うん、そのための手段として、うん、その、偉いか偉くないかは別として、うん、それなりのポジションを取りに行かないのは無責任かもしれないな、なぞと。 自己反省したりはするんですけど,、ね、ど。ちょっとそうすると質問を変えるんですけど、あの偉くないたくない、なたくないかってあれですけど。まあ、直面している時事的な問題とは別に、石破さんとしてこうやり残していることとか。これはやりきらないと死にきれない。<laughs> そういう課題をちょっとちゃんとガチッと聞いておきたいですね。憲法改正しないと死んでも死にきれないってのありますね。うん、それは。あるどんなふうに変えたいですか。え。 いや、それはね、あの、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めないっていう。こんなこと言ってる限り世界中信用するはずないですよ。ロジックとして間違ってるもん。これ、だって、じゃあ陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、軍隊じゃないんですかあれはと。いや、ありません。なぜ戦力ではないからです。 なんで戦力じゃないの必要最小限度だからです。以上。って話でしょね。北朝鮮に対して必要最小限度のものは中国軍に対して必要最小限度のはずがない。北朝鮮に対して必要最小限度のものはロシアに対して必要最小限度のはずがない。だけど必要最小限度だから、うん、戦力ではない。戦力ではないから軍隊ではない。以上。みたいなこと言ってて、うん いつまでたっても土台がグラグラしててその上にどんな安全保障の政策やっても結局「上の楼みたいな気がすするんですねで国の公戦権はこれを認めない」「いや好戦権ってさ戦いする権利じゃなくて捕虜は虐待しちゃいけません」とか「無差別爆撃はしちゃいけません」とか戦争のルールが公戦権じゃないですか「戦争のルールはこれを認めません」なんてそんなことよく言えるなっていうのがあってですね これそのこれ変えていいかないとこの国はダメだと思う私はそれを断言するだからそこでねそのいやいや個人的な感情は抜きにして安倍さんが1項2項はそのままに3項に自衛隊書くんだって聞いた時にこれは絶対ダメだと思った、ね、それ今も変わんないです。うん 日本の場合ってそのルールは置いといて運用で何とかしちゃうっていうのはあって、実際もう軍事費も積み上がっていて、他のなんか発展途上国に比べたら全然軍事費も高いわけじゃないですか。で、日本ってそのギャンブリー法って言いながらなぜかパチンコッ OK っていう、どう考えても換金してるんってあるけど、なかったことにするみたいな、その運用でごまかすっていうのを結構やってきてるわけじゃないですか。そこはやっぱ運用でごまかすはやっちゃいけないってことですかもうごまかしが通用しない時代になったってことですよ。なんでですかえだって、それは、 米ソ冷戦でお互いの力がバランスしてたから戦がなかっただけの話で、ね、このバランス崩れてるわけだから、ね、そしたらば、今までみたいな、その、なんだろう、選手防衛でございますよ、比較三原則でございますよって言ってれば、住んでた時代じゃなくなった。だったら変えなきゃいけないって当たり前のことなんじゃないんですか、うん、それでこのまま岸田政権で憲法改正までい,いけますか それは今の状況でいくとなかなか難しいと言わざるを得ないんじゃないそういう時石破さんがその政治的な課題をどうやって実現していくんですかいやそれはね私あのずっと、ね、この話して37年国会議員やってますけどね話聞いたらなるほどそうなのねって人が多いですよ。 で共産党の人がすごい大会に行って「いやだってごまかすのやめましょうよ立海空軍なんでしょこれは」言うと「そゃそうだよな」でその国で最強の組織なんだから司法立法行政できちんとコントロールするの当たり前でしょと「そゃそうだよな」でそういうようなものすごい実力を持った組織だから 規律をきちんと作るために軍法会議って名前が悪ければ自衛隊審判所がないと怖くないですかそれはそうだよなって話でどうせ言ったって分かりゃせんなんていうのはね私は政治家の自己否定みたいな気がするけどねそういうの国民説得するために政治家いるんであってそれやらないんだったら私はこの仕事はいかがなものかねと思うから偉くならないのかねの。ね ここ10年で一番憲法改正に近かったのが、やっぱり安倍さんの政権の時代で、そこでやってたとしたら、自衛隊追記っていう、石破さんでやりたいものと全然違うものになってたわけじゃないですか。そうですね。そうすると、石破さんのやりたい形での憲法改正でやるのは、やっぱり石破さんは派閥を大きくしなきゃいけなくて、そうすると、ある種、生濁を合わせ飲んで、どっかからお金をもらって配るっていうのが必須なんじゃないですか。 憲法を石破さんが変えたい形にするんだったらそうですねそうかもしれないがそれだと今までの政治と何が違うんよということだと私は思うんですよで私はねもっと政治家はそのこの YouTube にしてもですねもう何してもそうなんだけど決してその自分に対してよい的なことを言ってくれる番組に出ててもしょうがないわけ。 で、どちらかというと批判的な否定的なものに出てこそ支持は増えるし、うん、有事法制にしてもイラク派遣にしてもね、そのとにかく街頭に出て演説しようよと。で、もうなんか政治家がね、大臣がね、渋谷の駅前で有事法制っ演説するのはすごい違和感があるんだけども、5人が10人になり10人が100人になって聞いてくればそれでいいんですよ。そのために政治家っているんだと私は思っていて、政濁合わせ飲んで、 うんなんだろう、その花の花じいさんみたいにお金配るっていうのは、それは私はね、やってる間に人格変わるんじゃないかなでも50年後に、じゃあその、ちゃんと軍隊として明記されてる憲法があったほうがいいよねで、その間に、じゃあ、石破さんがせいだか合わせもんだ、結果やりましたってなったら、石破さんは綺麗事が、まあ、追随できなかったから、気持ち悪いと思うんですよ、感情的には。でも50年後には、やっぱりその憲法改正があったから良かったよねってなるわけじゃないですか。うん 石破さんがその気持ち悪さきれい事を捨てられて我慢できるかどうかっていう部分によりませんそうでしょうね。いやそこは素直に認めます。その通りです。<laughs> 石破さんが例えばじゃああと,あと寿命が10年ですみたいになったらもうこれは俺りふりかまずやるしかねってなる可能性もあるんですかあるかもしれませんな。あのそれはね自分でどこまで納得できるかの問題なんですよ。それはね。 だからその、10年後、20年後に、あの時にそれでも、自説曲げないで正論を言ってた政治家がいたなって思ってもらうのも一つの政治家の生き方かもしれないなと思ったりして。で、そこはね、その、うん、すごく迷うところです。この年になって。石破さん今66歳ですよね。はい。となると、な、何歳ぐらいまでにその道筋って、まあ まあだまあ、僕もそうですよみんなすぐ定年とか辞める時期って来るじゃないですか何歳ぐらいまでにこう成し遂げたいとか何歳ぐらい目処に考えてらっしゃるんですかやっぱり私は父親が亡くなった年73って一つの自分にとっては一つの区切りなんですけどね、うん、まあ無責任なこと言うなって言われるかもしれないその時よりも寿命はすごく伸びてるわけだからねでも,も本当に同級生みんなねもう会社辞めて 顧問も辞めて今相談役とか参与とかその同期で銀行に入った友達みんなそうですよねそうすると自分にそんなに時間残ってないなっていうのはその時何かこう,こうのまあすごい正論で戦っていくっていうのもあると思いますけど動こうとはしないんですかいやだからそれぞれ役割分担があってねその一人が全部の役割はできないわけ。 でやっぱりその岸田さんでもそういうブレーンがいて今の岸田さんがあるわけでそれは菅さんでもみんなそうですよ歴代総理見てきてねだからそういうそのブレーンっていうのかな周りに一緒にやってくれる人そういうのを集めるっていうことも一つのやり方かもしれないそこが私はあんまり上手じゃないんでしょうねうじゃああ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 きさんどうでしたあああああ なんか、石破さんがその余命のある病気になっていただいた方が日本を変えてくれるんじゃないかな。<laughs> なんてことやろ、<laughs> 死のだ男の <laughs>。あれですよね、あの、期限を区切った方がいいって意味のね、そういうことでしょいや、変えたいというよ、その、があるけど、でも今すぐじゃないよねもあるわけじゃないですか。でも人はどうなるかわからないので、今すぐじゃないよねで、うん、なんかの事故にあって亡くなってしまうみたいな可能性もあるよねっていうのは、やっぱりその安倍さんでもあったわけじゃないですか。そしたら、 そこはちょっと、石破さん、なんか、綺麗事だけじゃ無理だった。もうこの年だし、綺麗事以外のとこも行くっていうのをやっていただいた方が面白いんじゃないかなと思うんですけども。っていう、ひろゆきさんのご提案もまあ、それに答えていただいて、最後、石破さんに締めていただきます石破さん、今のひろゆきさんの提案はどうですか <laughs> <laughs> まあ、次元を区切るってことだっ思ますけどね。そうですよね。だから、自己満足のために政治やってるわけじゃないからね。うん、ですけど、その、 うん私今でもねそのなんだろうなその世論調査やるとその総理にしたいねのベスト5ぐらいがね必ず入るわけですよ、うん、で有権者のおかげで得票率全国一なわけですよねでそうすると何が足りないのっつって言ったら永田町の支持だよねってことになる <laughs> でだから、ね、国民的な支持と永田町の支持ってひょっとしたらあの逆相関なのかもしれないな。 っって思ったりもするんですねで世の中そんなきれい事じゃないぜみたいなところがあってねこの逆走感が構造的なものだとすると永田町で支持が得られると国民的支持を失うかもしれないねって思ったりもするのですよ。 そこ本当難しい。また悩むのが今晩の仕事です。いや、石場さん、最後、言葉を言いたいけど、ちょっと今の石場さんのお話、深い気がしててお、面白いなと思ったんですけど、逆相関だとしたら、相関に戻すようななんか仕組みとか、その構,あの構造的な変え方とか、そこはないんですか逆相関っていう仮説があるわけじゃないですか。そこ相関に持っていく何か仕組みとかってないんですかそれはお,おかしなことじゃないですか、逆相関。それは今までいろんな内閣見てきたけど、私が高校生の時にできた田中角栄内閣と、 からその小泉内閣国民の支持と自民党の支持が相関してた。特に田中学園内閣ね。それはそうだったと思います。国民支持も永田町の支持も高かった。でも長続きしなかった。それはなぜなんだろうなってことを考えたときに。 逆走感が必ずしも構造的なものではないかもしれないけれど、それだけにその田中角栄内科ができた時私高校生でしたけどね、本当に熱狂的な国民的なフィーバーだったんですよな。なぜあれが続かなかったのか、そして今田中角栄先生が歴史になった時にみんなが角栄先生がいたならばっていうのはこれは一体なぜなんだろうかってことをずっと考えていてね。 でこれが相関関係持てるってことはあるんだろうかなって思ったりしますだから日本の国が本当に政治が変わらなきゃどうにもならないところまでいかないと国は変わらないのかもしれないけどその時にもう誰もいませんよってことだけはやりたくないななんか今の時代相関に変える石破さんのお考えとか工夫ってないんですかなものがいっっにやてます 平時にその国民とその永田町の論理が逆で逆相関になってしまうっていうのであれば多分日本に戦争が起こるっていうのは国民と永田町が同じ向きを向くことになるんじゃないかなと思うんですけどそうですねだからそのこう国民と永田町が同じ向きを向いて戦争になっちゃうっていうのがそれが大東亜戦争だったんでしょ、はい、そうしちゃいかんので 私はね、<ー>そのそうう、メディアからいろいろ叩かれて、嫌なことなんか、何度もありましたですよ。でも、メディアと権力が一緒になって、国が滅びることがあっても。うん、メディアと権力が対立する国が滅びたことって、一度もないんで、ね。なるほど。そう、逆走かんのがいい、可能性もあると。と、うん、私はそう思います。なるほど。<laughs> うん、そうか。いや、めちゃめちゃ、深い話、石破さんなんか哲学みたいなのきましたね。 石破さん、なんか今日、これでもうお時間、すみません、いろいろ5分越しちゃったんですけど、どう,どうでした今日やっけ、最後、石破さんの言葉を着て締めていきたいと思います。いや、本当に、あの、鍛錬になります。人間は修行です。本当にそうだと思いますけどね。<laughs> あの、だから、こういう、なんだろうな、ディスカッションっていうのか、議論っていうのか、そういう機会がもっともっと大勢の政治家に与えられるといいなと思いますね。ありがとうございます。あ、そうだ、石破さん、石破さん。今日 なんかこの小汚い事務所なんか共同通信の人来てくれてるんですよ。はあ、ちょっとせっかくだとなんか質問ふるかもしれないってなんで質問なんかあるか聞いてみましょうか。共同通信から石野さんに質問。今今の聞いててこれちょっときたりねえなみたいなあったらそこマイクの奥しまってですか。ん、はい。現在えっとああの共同通信政治部でカーと申します。<laughs> あのー、今後ですねその今す水月会というあのグループがあると思うんですけどもこのグループについてですねあのー、まあどういうような方向にしていくかというようなことについて教えてください。 あそれは派閥であろうがなかろうがとにかくちゃんと政策の勉強しようよねってことですよ。ね。その非核三原則ってなに専守防衛ってなにニュークリアシェアリングってなあにあるべき財政政策ってなあにあるべき医療法の形はなにっていうね。そのとにかくちゃんとした体系だったら勉強しようねってことと仲間は絶対選挙で落選させないっていう。 この二つですよ。あの、あとは別に対して考えてない。選挙はお互いに助け合う。政策はきちんとやる。以上。ですかちゃんと気にしてくださいよ、聞いたんだから。<や>そうですよ、お願いしますよ、ちょっと。じゃあ、あの、石尾さん、ぜひそう言っていただいたからには、水月会の方には、リハックから連絡があったら出るようにというふうに、ぜひちょっと、あの、勉強会で。ぜひ、あの、平さんあたりに言っておいてください。あ平さんでいたら楽しいだろうな。<laughs> すみません、ありがとうございます。はい じゃあ今日の収録以上になりますひろゆきさん、いしばさん本当にありがとうございましたありがとうございましたあ,ありがとうございました本当に雑談番組になりそうでさよく知ってるからあんま聞くことないですよねおかげさんありがとうございまし<て>たたがいさんから ヒュさんの対談してほしいって言われたので <laughs> 川上さんがよく受けたなぁと思ってて、ね、この番組ですね政治家さんとかいろんな方を呼びしてるんですけど大物っていうゲストの縛りを設けてるばっかりにはまんないんですよで困って川上さんに 3, 3日ぐらい前にメールしたら OK って言ってくれたですよね。<laughs> <laughs> あのその着目のサービスをやるときにどっからお客さん引っ張ってこようかっていうのを考えた場合に 2>,、はい、2チャンネルからお客様引っ張ってこようと思ったんですよね、はい で、それで、ひろゆきさんと交渉して、じゃあ、付き合うかと <laughs>。<laughs> その時でひろゆきさん、どんな感じなんですか。まだイケイケだったんですか。ブイブイ言わせたんですか。で、僕は思ったのは、ひろゆきみたいな人間が。これから増えるなと思ったんですよね。ひろゆきみたいな人間ってどういうこと。大学生の時にバブルが崩壊したので。で、その時の消費の傾向って、今と少し違っていて。この番組は。ご覧のスポンサーの提供で。お送りしました。